大崎町の大崎小学校。給食を終えた子どもたちが洗っているのは牛乳パックです。そのままだったらリサイクルとかできないから当たり前にしてる。トイレットペーパーとかに再利用されたりすると思います。牛乳パックをリサイクルするため、きれいに洗って乾かします。もう12年連続でリサイクルも1位だし、大崎町は本当にリサイクルがちゃんとできていると思います。大崎町のゴミのリサイクル率はおよそ 80%。全国平均のおよそ 20% を大きく上回り、2017年度まで12年連続。2019年度も日本一になりました。ないごてないごてゴミのリサイクル率が高いのか、大崎町役場で7年間担当している松本さんに聞きました。混ぜればゴミ、分ければ資源という考え方でですね、ゴミを分別をして、でリサイクルすることで埋め立て処分場に行くゴミを原料化するという取り組みを住民の皆さんと続けてきた結果が今のこのリサイクル率になっております。およそ20年前、すべてのゴミが持ち込まれていた町の埋め立て処分場は数年後にはあふれそうな状態に。なんとか処分場を長持ちさせられないか、町が取り組んだのがゴミの分別です。これが現在使っている分別表になります。27品目の分別にご協力をいただいております。すごいですね。町外の方が見るとドン引きされますね。1998年に3品目から始まった分別は今27品目1179種類に上ります。分別表でも細かい説明を行っていますが、それでも迷った時のためにゴミ分別の手引きやアプリで出し方のポイントを検索できるようになっています。大崎町の家庭では、この手前からあるのがプラスチックで、この後ろにあるのが紙、その他紙で袋に入れる分です。青い袋が一般ゴミで、次がペットボトルだけのと缶だけの洗って乾かしたものを入れてます。普通のことです。家を建てるときにこれは絶対置くから、ここのスペースだけはこの幅取りたいってお願いして、ちゃんとはまるようにうちはしてもらってますけど。紙も種類ごとに分けて保管しています。紙はコピー用紙や紙パックなど8種類に分けます。燃えるゴミって聞いたことある？大崎町ではあんまり聞かないような。大崎町では燃やせるゴミ、燃やせないゴミの概念はありません。生ゴミは生ゴミだけを捨てます。ないごて生ゴミを堆肥化するというのがとっても大事で、大崎町内で出されているゴミの 60% は生ゴミと草木です。この生ゴミと草木を堆肥にすることでゴミの量を減らし、そしてリサイクルもできるという仕組みを作りました。堆肥は商品として販売されます。その他リサイクルされ、有料で販売したものは町の収入に。その額はこれまでに1億3800万円。町はこのお金の一部を活用し、大学生の親に月5万円を貸し出す奨学金制度を創設しました。月に一度のリサイクルできる資源ごみを出す日、
回収場所には青い箱がずらり。住民は種類ごとに分けて入れていきます。ここは高値なんだよかと。あ、もう慣れました。わからないのはここで聞いたりとか本を見たりとかですね。ゴミ袋には自分のゴミに責任を持つため名前を書く欄があります。名前を書くようになってから分別の精度が格段に上がったといいます。意識は高くなってきてますよね。分別すればそれだけ資源が増えるということでですね、大崎町にしてみれば誇らしいことじゃないかな。自分がいいことしたとかそういう感じじゃないですよね。もう日常的にやってるって。回収した資源ごみは中間処理を行うリサイクルセンターへ。きれいかどうかを最終チェックします。ペットボトルは卵のパックや服の繊維になります。色のついた瓶は道路の材料などに活用されます。20年ほど前まで全てを埋め立てていたゴミは今8割が資源として回収されています。こうした取り組みで埋め立て処分場はあとおよそ40年維持できるといいます。処分場の延命化をきっかけに始まったゴミの分別がいつしか町全体のリサイクルへの意識の高さを生み、今ではリサイクルの町として世界から注目されることになったんです。